はい、どうもです。今日もクラッシュロワイヤルの動画を上げていきたいと思います。今日はですね、新シーズン始まっての、マルチのリプレイ動画になります。自分3つのアカウント全部エリゴリで行ってるんですけど、まあ、今回は、いつもこちら、はい、マルチで回ってる、こちら出すだけデッキと、こちらの、文句型の、まあ、ミラーデッキですね。まあ、こちらのデッキを2戦ずつ、はい、解説していきたいと思います。まあ、今、はい、よっちゃんで、こんな感じですね。結構、最後の2戦は、相手、はい、グローバル3桁行ってたり、まあ、2000位とか1000位とか、はい、結構強い猛者と当たるんで、まあ、最後、はい、最後まで見てくれたら嬉しいです。じゃあ早速、やっていきたいと思います。最初の方は、ミラー型の文句入りデッキですね。まあ、それに対して相手はちょっと変わったデッキで、まあ、迫撃バレルといった感じですね。まあ、いつもあの動画見てくれてる人だったらわかるんですけど、まあ、ミラー入ってるデッキは基本的には2倍タイムまで待つんですけど、まあ、今回まあ自分はこれエリゴレ行っちゃってますね。まあエリゴレの立ち回りが全然わかんない人だったら、もう基本的にはもう2倍タイムまで待ってる方がいいです。ちょっとこの攻めは、はい、正直あんまり良くなかったですね。まあ、なんですけど、基本的に相手の呪文もファイアボールですし、アウトローであったり吹き矢であったり、まあ、ムートであったり、遠距離タイプのユニットが結構多いので、まあ、文句が刺さった感じですね。で、まあ、こっから2倍タイムになったら、もう相手はもう止まんないですね。基本的にこっちがフルで形組んでしまうと、まあ、ファイアボールだけではちょっと厳しいのかなといった感じですね。まあ、なので本気で負けないために勝ちに行くんだったら、もう2倍タイムまで、まあ、無難に、まあ、待ってる方が、まあ、いいのかなといった感じですね。まあ、最後はこれ出すだけになります。まあ、ヒーラー2体いる以上はもうこれはどうしようもできないですね。あ、3体いましたね。はい。まあ、なので本気で無難に勝つんだったら2倍タイムで待ってる方が勝ちやすいです。次は、ホグクエイクのデッキですね。相手は、まあ、本来、このデッキはインフィの枠が、まあ、ボムタワーだったり、そうですね、一時期ホグクエイクが流行ってた時期があって、まあ、インフィの枠が、ボムタワーのデッキが結構流行ってましたね。
まあ、これも基本的には2倍タイムまで待ってる方がいいですね。まあ、トルネがあるので、もう最悪ホグのダメージ、まあ守ることもできるし、まあ、柳目じゃないので、基本的には相手の方がもう明らかにやっぱ苦しいですね。まあ、なのでまあ1倍タイムはもう本当にこんな感じで、まあ、ただただまあ守っていればいいです。で、ここでもう一回転ホグ飛ばしてくるんですけど、まあ、これも、はい、まず守って、まあ、2倍タイムまでは、ま、まず、余計なことしないで、まあ、しっかり守ることが、まあ、無難な立ち回りですね。まあ、ここもホグ、来たんですけど、これは、はい、無視です。で、これちょっと、そうですね、もう、この時点で終わったかなと思ったんですけど、はい。まあ、これで、そうですね。ここで確か、まあ最後追い打ちかければもう余裕かなと思ってたんですけど、ちょっとこれは適当にやりすぎちゃいましたね。はい、これはシンプルに、まあ、良くないです。まあ自分もはい、正直びっくりしてます。まあ出してるだけでは、まあなかなかそうですね、決まらなかったといったオチですね。まあなんですけど、もうこの状況になった以上は、もう相手はもうなかなかホグ出しても通らないし、で、こっちはただただもう後ろから形組んで、このように最後、肩出しエリゴで出せば、もう基本は通ります。で、やっぱり完封することはもう絶対相手できないので、もう絶対どっかしらダメージ入ります。まあこれで GG ですね。まあちょっとまあこれで勝ったんですけど、まあ先ほどの攻めは結構適当に、はい、やりすぎちゃいました。じゃあ次ですね。次が 3.5 の出すだけデッキですね。まあ本来結構自分はこのデッキ好んで出してます。好んで使ってます。まあ、三重視環境とかだったら、このヒースピの枠をザップにしてしまえば、もう完全にメタることができるので、まあ、そこはまあ、好みでいいのかなといった感じですね。まあ、このデッキのいいところは、もうすぐ終わらせることができます。まあ、初手ゲー、感はあるんですけど、まあ、なんせこう、まあ、襟ゴレで形組んで、で、それでゴリ押し通って、そのタワー折った後に追加で襟ババつけたりすると、そこでもうキングまで折れちゃったりっていうのがあったりするので、結構まあ、自分はこのデッキ好きですね、はい。で、これ、スケドラ相手出したんですけど、それですら、そうですね、処理されてしまって、
まあライドラに対してはちょっとこっちもはい、何もできないんですけど、まあそれでももうこの状況になっちゃうと、もうさすがに、はい、ジジですね。で、まあこれは、インドラで守って、で、相手はもう、これ、エリポン置いてきたので、もうこれは完全に、まあ、このインドラの前にエリゴレ出せば、もう終わります。これ、ゴレで相手が防衛しても、まあ、プリンスで防衛しても、結局のところ、まあ、守れないので、これで終わりですね。まあさすがにポンプははいやりすぎです。まあっていう風に結構エリゴルデッキ使ってるともう相手がどの辺でやらかしてるっていうのが結構わかりやすいので、やっぱその相手がやらかしたところをまあちゃんと見逃さずに攻めてあげればもう簡単にもう3分経たなくても簡単に折れます。まあ、3分まで本当にやる必要ないかなといった感じですね。はい、もうこの2枚切った時点でもうマジアチャウォールブレイカーですね。基本的にはもうバルキリーとディガー、まあ、この時点で、はい、まあ、マジアチャウォールブレイカーの確率がすごい高いので、まあ、ただこれ本当にうまい相手だったらびっくりするぐらい守られます。まあ、今回の相手もうまいんですけど、まあ、ただ、そうですね、もっとうまい相手と当たったら、本当に全然通んないので、では、これ、アドバンテージ取ってるので、もうここから、はい、またエリゴル展開ですね。もうこうなっちゃうと、もうさすがに、もうどうしようもできないの、はい、どうしようもできないですね、相手は。で、まあ、これちょっとアドバンテージ、はい、取ったのにもかかわらず、このように、はい、守られちゃったので、まあ、この攻めは、はい、良くなかったですね。もうこれで、通んなかったらもう、まあ、自分は、はい、諦めてます。まあ、イリゴレデッキで使って、負けるときはもう相手の防衛が上手いときですね。もう、こっちが、基本的に、まあ、攻めで、やらかすってことはないので、基本的にもう、出してるだけなので、まあ、それでも、守られたらもう仕方ないといった感じですね。まあ、ここが、ま、結構相手の防衛のテクニックの見せ所なんですけど、もう見ての通り、こっちは、はい、出してるだけですね。で、ま、最後の最後通って、ま、これで、はい、GG です。これ呪文圏内なので、はい、これで終わりですね。まあ、もしこれ最後、相手が、まあ、完璧な防衛してきたら、まあ、完全に負けてたんですけど、まあ、最後の最後、相手が防衛しくじってしまって、まあ、それで勝てたといった感じですね。はい、今日の動画は以上になります。そうですね、また、ヨッシーの本アカと、ここ、まあ、このヨッちゃんの、ごめんなさい、ヨッシー2のアカウントですね。まあ、これが、赤い冠
まあ、ここまで行ったらまた動画上げていきたいと思うので、そちらの方もご視聴よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。